第368回竹井てる子チャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいてる方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、とりあえず外に出て動画を回してみて、撮れ高あれば配信する企画ということでね、ちょっと外に出てね、動画を回してみたんですけど、そしたらね、近所のまあ公園というかグラウンドで、あの老人が数十人、なんかやってるんですよ。何してるんかなと思ったら、あ、ゲートボールやってはるんやと思って、ゲートボールじゃなかったんですよ。あのね、ゴルフみたいなのやってるんですよ。それでこれ何してはるんやろとか思ってね。でまあ近づいてね、見てみたら、ああ、今こういうゲートボールと違うんや。なんか3人が1チームになって、でまああのコースを5コースぐらい作って、でそれでこう回っていってるんやけど、ゴルフではないんですよ。ああそうなん、最近のご老人でこういうのやられてはるんやとか言ってたら、やりませんかって声かけられてやらさせていただきました。見てください、どうぞ。それからルールはこれはあのロープから出ちゃうと、もうこれからロープが出ちゃうと全部オーディアオンで1だ、プラス、そうプラスですよ。なるほど、ゴルフと同じですよ。ゴルフと同じです。はあ、72でもありますから、数え方も同じです。で、あの最後あの中に、うん、網の上に入れるんです。で、さっき見てたら下の輪っかのところ、輪っかだと1つ追加、1点追加プラス 1なんですよ、下は。1台増えるってことですか。増える、少し。なるほど。ちょっとやらせていただこう。これをゴルフみたいに打っていくんだよ。そうですね。あのコース内で。ゴルフやる人は下からもみんな行くから。なるほど。で、これをもうそれをもう持って歩いて、今度はこっからまたこっから向こう狙うわけですよ。それを取っちゃダメ、うん、これもここだったら、うん、今度こっちからこの方向を狙って、なるほど、うん、それでこれをこう乗っけて、それで打つわけですよ。これから2打目、うん、2打目、まあ自信なかったらちょっと、そうそうなるほど、まあ、ここはパー4なんですよ。4打で上がり、ほんでこれで1打プラス、そう1、これでもう2になる、2なの、 OB だから。であと今度はこの平行線を来たところからまた次を打つ。なるほど、うん、ちょっと見本見あれは出ちゃった。あれでもまだ強いんですよ。なるほど、なるほど。加減が難しいですね。そうですか。もうこれはもうペナルティーのあれで、今度はここから5メートルライン。あ、なるほど。今度はここから入れる。これで今7打目。6打目。5、7。そう。下に入ると1打追加、上だと1打だけでいいんですよ。全部で今何打ですか。今7、8、9、10、11になります。ありがとうございます。いや、よろしかったら、
結構いられると思う。会費は。あ、1回これ100円で。エルサさん1日ね、会費は。ほんで、クラブはもう自前ですか、自前です。これ何バーやですか、これ。これは大体。あ、ピッチやな。そうね、大体。ピッチングやね。だからクラブ1本だけですね。あ、年近いと思われてた。やってみますか。一緒だから。最初僕遠くから見てたら、ボールを打つんやったらボールやったら絶対あ、なるほど羽なんですねこれ。そう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 。これはこれ用の羽なんですかね。うん、これ専用のボールなんです。はあはあ、うん。マットですね。こういうやつだな。5人ぐらいいますかね。ボールでやってる方。もしかして関西の方ですか。はい、僕関西です。楽しかった。そんで、俺、全く違和感ないよね。なんか、お年寄りのところに若者がっていう絵面ちゃうやん。うん、仲間いう感じやったわ。ほんで、皆さんお若いわ。最高年齢で96の人いてはって。ほんで、みんなゴルフやってはった人とかも多かって。で、まあ、女性の方もいてはりまして。楽しかったですね。そんでね、今、ゲートボールってやってるんですかって、いや、もうあれはね、やらなくなったんですよ。え、なんでですのって、あれはね、4人が1チームになるでしょ。で、これは、そのターゲット、バードゴルフっていうのは、みんなそれぞれ1人がゴルフと一緒で1人がプレイするから、ゲートボールは4人で1チームになるんで、揉め事が多い。くて、結構トラブルばっかりが起きて、あれが老人の中で中止になったらしい。なんか、それは、なんかこう、わがまま言う人もおるんやろな。うん、そういや、俺、ガキの頃、藤田のひろぶさんよ、おっさんやわ。そのおっさんがそのゲートボールで、まあ、わがまま言うてはったわ。また、もうヒロムさん来た、もういやいや、みたいに周りの人も。んで、自分が成績悪かったら、ゲートボールの丸いね、球をね、全員の持って帰るんですよ。まあ、あとでけへんや、みたいな。そういや、あ、そうやったわ、思って。で、まあ、ゲートボールっていうのは揉め事が多いから、今、老人の中ではやらない。ほんで、このターゲットバードゴルフっていうのが、今これが主流らしい。あのバドミントンの羽の先にね、ゴルフボールみたいなのがこうついてて、で、それを、ゴルフのこのね、クラブで、まあ、あれ、アイアンとかピッチングやと思うんですよ。あれでこう、バーンと打っていくっていう。ほんで、最後のゴールがこう、傘を裏返したみたいな網になって、そこにこう、はめるっていう。ほんで、まあ、それぞれ5コースぐらい分かれて、紐でこうコースをこう運動場で作っていくんですって、皆さんが。ほんで傘の逆みたいなのを網を設置して、で、下がこう輪っかになってて、ほんでそれぞれ5コースあって、1コースごとになんか、ここはパー5とかパー4とか、パーっていうのは 5打で行ったらパーみたいなのがあって、ほんで線から外れたら1打。増えて、例えば2打目やったら今度3打目から打つことになるみたいな、1打プラスになるみたいな。なるほどって面白かった。そんでね、ありがとうございますって経験させてもらいましたって、いやいや、これ言うて入りませんか言うて、俺こういうパンフレットいただきまして、会員募集ってターゲットバードゴルフっていうことで、年会費6000円。うん。で、初回費が1000円みたいな感じでね、毎週火曜日やってはるんですって、会員入ることになりました。ね、いやいや、本当に、全く違和感ないもん。で、皆さんと、喋ってた、楽しかったし、ねえ、そういうことでございます。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント。